3月24日日曜日、東寺の里文化芸術会館で高島春の演劇祭が行われ、アドガー高島両高校の演劇部、文芸演劇教室と演劇集団ツバメが出演し、3公演が行われました。公演の先頭を切って、アドガー高校演劇部が幽霊の少女を題材にしたファンタジーを、高島高校の演劇部が演劇部を題材にした物語を、最後に文芸演劇教室と演劇集団ツバメがタイムマシンを題材にした SF エンターテインメントを上演しました。音響や照明も駆使した舞台と出演者の熱演に会場からは大きな拍手が沸き起こっていました。